こんにちは、りょうこばあばです。今回はここに置いているうさぎの編みぐるみをね、編もうかなと思っています。まあ顔だけですけど、ストラップにしたりキーホルダーにしたり、あの小さいお子さんのねヘアゴムとかもね後ろにつけてできるので、ちょっと可愛くねこういう風に作ってみました。それでこれをね今から編もうかなと思います。糸はですね、浜中さんのピッコロですね。ピッコロの白です。このちっちゃい方はですね、レース糸の30番で編んでるんですよね。同じ編み方でこんな感じでね、糸が違うとこんな感じでね大きさも違ってくるので、まあそうですね、ヘアゴムとかする分にはこっちのピッコロくらいの大きさの方がいいのかなと思います。で、今からねこっちの大きい方をねピッコロ糸で編みたいと思います。それで、ピッコロですね、アクリル 100% 25g で 90m ありますね。で、かぎ針が4号と書いてありますね。棒針も4号と書いてあります。かぎ針4号ですけど、今回は3号針で編んでいます。今からね編もうかなと思います。顔の部分ですけど、輪にして編みます。4段までは円の編み方で編みますね。2回手に巻いて3号針で今から編みます。輪の中に1回かけて、細編みを6目ですね。6目編んだら糸を引っ張って縮めますね。そして編み始めの目に引き抜きます。これで輪の中に6目の細編みが入りました。2段目はその倍の12目ですね。1目に2目ずつ6回します。で、3段目は18目、6目増やして細編み増やし目、これを6回繰り返します。4段目は24目ですね。6目増やして24目になります。だから細編み増やし目細編み、これを6回します。4段まではね、円の編み方ですので4段まで編んできます。4段まで円の編み方で編んできました。そしたらですね、5段目は4目増やして28目にしますね。だから、28目にするので細編みを 1,2,3,4,5 回、細編みを5回して次6、増やし目ですね。これを4回繰り返します。立ち上がって根元から1,2,3,4,5、細編みを5目したら次の目を増やし目、同じところに2目ですね。これを4回繰り返します。 1,2,3,4,5 で次が増やし目、また 1,2,3,4,5 次が増やし目、2,3
最後1目残ってますので最後2目ですね。これで5段目を一周しました。そしたら6段目から8段目まで同じ28目になりますので、細編み1目に1目ずつ増減なしで8段まで28目で編んでいきます。8段まで、編んできました。こんな感じでね、こんな感じになりましたね。で9段目は24目にします。だから今28目ですので4目またね減らしますね。そしたら、編み方は細編みを 1,2,3,4,5 細編みを5目した後に後の2目、次の2目で減らします。それを4回ですね。立ち上がって根元から1,2,3,4,5 細編みを5目したら次と次の目で減らします。ここで減らしますね。そしたら今のように細編みを5目して5目して次と次で減らします。でこれをねあと2回して1周しますね。9段目を編んできました。でこのね編み始めの糸はもう中の方に入れときますね。で次10段目ですね。10段目は18目にします。6目減らしますね。そしたら編み方は細編みを 1,2 回して次の目で減らし目、それを6回繰り返します。立ち上がって細編み根元から細編み1目、次も1目で次と次で減らし目、これをね6回繰り返します。これをあと4回していきます。10段目を18目にしてきました。そしたら11段目はまた6目増やし、あ、6目減らし目の12目の12目にしますね。編み方としては細編みした後に減らし目、細編み減らし目、細編み減らし目をですね6回繰り返します。止め立ち上がって根元に細編み1回、次が減らし目、細編み減らし目、これをね繰り返して編んでいきます。11段目を12目にしてきました。最後ですね、最後12段目は、6目にします。あ、書いてないですね、6目ですね、6目にします。だからすべて2目ずつで減らし目を6回ですね。根元の目と次の目を減らして、あとずっと減らし目ですね。最後の2目を減らし目します。で6目になりました。閉じるんですけどちょっとね閉じたら綿を入れにくいので閉じる前に綿を詰めたいと思います。綿を詰めてきました。こんな感じでね、から最後に詰めたので最初の目に閉じます。最初の目に引き抜いて閉じますね。
でうさぎの顔ができました。そしたら糸始末をしておきますね。同じね、同じ目数で編んでもこう綿の詰め具合とかで大きい顔になったりね、シャープな顔になったりいろいろですよね。これでうさぎの顔のパーツができました。それでこの目はですね 4.5 ミリの刺し目です。でこの鼻のところは茶色の中細ぐらいのね毛糸でしてるんですけど、刺繍糸でもいいと思います。で今からね耳のパーツを編むんですけど、耳はですね中にテクノロートをちょっと入れてるんですよね。最初こっちを編んだ時も中にこうテクノロートをね入れてるんですけど、こんな感じでちょっと指でね形をちょっと変えたりもできるので、今回もテクノロートを入れようかなと思います。こんな感じでね曲げたりして変化をつけれるのでね、こっちも入れてるんですけどね、やっぱりレース糸の方がしっかりこう形としてはなるみたいですね。ニットだからそんな大してはまあテクノロートの太さによるんですけどね、こんな感じで入れてるんです。今回はどうしましょうかね、入れようかな。今回も耳にテクノロートを入れたいと思います。今から耳を編むんですけども、2段目までは円の編み方ですね。輪の中に細編みを6目ですね。で2段目が倍の12目、ここまでちょっと編んできました。で3段目は14目にします。で14目ですので編み方としては細編みを3目したら増やし目、細編みを4目して増やし目で、最後細編みを3目して14目にします。で立ち上がって根元から細編みを3目、1、2、3目、そしたら次が増やし目ですね。増やし目をします。でまた細編みを4目、1、2、3、4目したら次が増やし目で、残りの3目を細編みします。で最初の目に閉じますね。こんな感じですね。そしたら4段目も14目ですので、1目ずつ細編みをして1周していきます。4段目を14目細編みをしてきました。で5段目はまた12目に2目減らしますね。で編み方としては、14目にしたところが、細編み3目して増やし目しましたよね。こんな感じで5段目はその逆ですね。細編みを3目したら減らし目、細編みを4目したら減らし目、そして最後に細編みを3目で12目にします。立ち上がって細編みを3目、
3目したら次と次で減らし目で、また細編みを4目1234目したら次と次で減らし目ですね。減らし目で残り3目を細編みします。1234で最初の目にとじますね。だから次ですね、6段目は10目にしますね。で細編み細編み減らし目、細編み細編み細編みを4回して減らし目で、あと残りの2目を細編みして10目にします。立ち上がって根元に細編み、次も細編み、次で減らし目ですね。次で減らし目で4目鎖編みを細編みを1234、そしたら次と次で減らし目をします。で残り2目も細編みを1、2、これで6段目が終わりました。最初の目に引き抜いて閉じます。こんな感じですね。そしたら7段目ですね。7段目はまた8目にしますね。2目減らしますね。たら細編み細編み減らし目、細編み細編み減らし目で細編み細編みと編みます。その時に入り口がね、だんだんこう狭くなってきたので、この時にテクノロートを入れてから7段目を編みます。今からテクノロートを入れた状態で7段目を編むんですけど、テクノロートはまずこっちに入れた時とは違う方法で今からするんですけど、ちょっとこっちでねあんまり良くなかったので、今回はテクノロートを20にして、こんな感じで輪の状態にしますよね。端々をこうねじりながらね、バラってほどけないように。で円の状態にして、これをこう入れてから編もうかなと思ってるんですけど、テクノロートは14センチほどにカットして今20に巻いてね入れ込んだんですけど、今からね7段目を編みます。立ち上がって根元の目テクノロートが向こう側にあるのでちょっと編みづらいんですけど、根元と次の目を細編みして、で次が減らし目ですね。ちょっとしづらいんですよね。だからもう別にこうテクノロートはね入れなくてもいいんですけど、ちょっと変化、耳にね変化をつけたかったので入れて今編んでるんですけど、次が細編み細編み、次と次で減らし目、で最後の2目を細編み。細編み
最初の目に閉じますね。で7段目が終わりました。で8段目はそのまま、8目を1目ずつ8目を1目ずつ編んで8段目を終わりますね。で8段目を1周していきます。最後の8段目が終わりました。たら糸ちょっと閉じるので糸を長めにしてカットしときます。こんな感じでね、耳の中にテクノロートの22巻いたのが入っています。こんな感じとか曲げたりねできるので、ちょっと面白いかなと思ってテクノロートを入れてみました。ただ今からこの顔のパーツにつなぎ合わせるんですけど、最初にこの目とね鼻の部分をつけたいと思います。今から顔のパーツをねちょっとしてるんですけど、目の位置はこっちの方はですね、7段編み始めから7段目の下、7段と8段の間ですね。1、2、3、4、5、6、7、7段と8段の中間ですね。ここに今つけました。そして今から鼻をつけるんですけど、ちょうどその下の段のちょうど真ん中あたりですかね。ここにちょっと私こういうパーツを作るのがちょっとあんまり得意じゃないんですけど、顔のパーツをしてから耳の方をねつけようかなと思ってるんですけど、こういうのが得意じゃないので。難しいですね。真横につけてるみたいですけど、でいいかな。たるませた感じがね可愛いですよね。ちょっと左に行きすぎましたね。花を刺繍したんですけど、ちょっともう動画でするの時間かかりそうだったので、ちょっと花をねつけてきました。こんなちょっとたるませて、この状態で下の方にボンドをつけて、ちょっとたるませる感じですかね。こんな感じで固まったらいいんですけど、ちょっとまだ今つけたばっかりなのでくっついてないんですけどね。こんな感じで鼻をつけます。で
この状態から耳をね取り付けたいと思います。今から耳を取り付けたいと思います。つける位置はまあだいたいこう当ててみてバランスを見ながらですね、この辺がいいかなと思うところにつけられるといいと思います。こんな感じでこう左右こう見ながらね、まあ、適当、私はもう適当にですけど、とにかくバランスを見ながらつけてくださいね。たら立ち上がりを後ろの方にねしてますので、後ろの方からこう祀っていきたいと思います。パーツとか編むのはね好きなんですけど、なかなか取り付けるのが苦手で、いつもこう塗って取り付けてしまってからバランスがおかしかったりね、いつもするんですけど、目はつけてないのでちょっと外れますね。だいたいつける位置はですね、上のこっちの手前の方が、2段目と3段目の間にこう収まるように、で外側の方が、4段目と5段目だったですかね、1、2、3、3、4、5、4段目と5段目の間ですね、だいたいそこら辺につけています。だいたい2周ぐらいするとこうきちっと固定した感じになるので2周はしますね。
感じで片方ができました。こんな感じですね。ちょうど2段目と3段目の間と4段目と5段目の間ですね、ここにつけました。こちらもそんな風にしてつけていきたいと思います。両方耳がつきました。で、耳のところにね、リボン風に冷水糸をね、指にぐるぐる巻いてからちょっと縫い付けてボンドでね、くっつけました。こんな感じで可愛いね、うさぎちゃんができました。デカ耳なんですよね。こう広げたら結構幅がありますよね。だからこうテクノロート入れてるので、こんな感じでちょっと押さえたら細くなりますよね。こっちもそのままの状態ですね。こっちはこんな感じで耳のね、形も多少はね変えられるので、今回はテクノロートを入れてうさぎを作ってみました。ストラップやキーホルダーとか、後ろにねゴムをつけたりしてヘアゴムにしたりして、子供さんにね作ってあげられるんじゃないかなと思います。ここはねもうテクノロートは入れなくてもいいですけど、ちょっとこんな感じで今回はテクノロートを入れてうさぎさんを作ってみました。ちょっと大きさはですね、耳からですと、そうですね、7センチぐらいありますかね。6センチかな。高さが6センチあります。ちょうどヘアゴムとかするには可愛いですよね、大きさ的にね。こんな感じで今回は、デカ耳うさぎちゃんを作ってみました。ではね、今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。